活が多くということで、名探偵コナン、ハロウィンの花嫁ね、映画を見に行きます。私あの1回見たんですよね、友達と。2回目です、コナンコナンは何度見ても面白いということで行きます。待って、ということでね、今からイオンでちょっとね、読書感想文とかの本を近いよ選びに行きたいと思います決まんない。前回決まってきました。確かに。今回みたいのない。どっちがいいかな。悩んでます。今ね、10代のための疲れた心が楽になる本か、本当の心ってなんだろうっていう一生折れないメンタルの作り方の本で迷ってて。好きそうだよね。しーちゃんこれ大好きだよね。この大好き私。去年もなんかこういうのだったよね、本ね。去年は物語だった、ね、うん、なんかそうそう、文学的文章っていうの、うん、でもそれもなんかジェンターレスとか、うん、あんまりうまく言葉が喋れない人の物語だったり、うん、そういう精神的なみたいな感じの本で、前回もどっちにするんでしょうか、うん、悩みますね。リミさんはキミさん、どれになったの、はい、これこれ、この子にしたの、望みが叶う魔法の日記ですね。この子、かわいいでしょ、かわいい近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 いゲット失敗するかもしれない。そうだね、とりあえず段ボール買いましょう。お姉さん何かありますか。私これ買って、いいですよ、うん、いや絶対絶対映ってるよ、パパが。かわいい、これこれ色画用紙だよ。何する、普通のもあるけど、普通何する。じゃあこの辺でよりにスケッチブックとかさ、この辺画用紙。あ、これもパステル色画用紙だ。これにする、あ、いいじゃない、うん、ちっちゃいの作るから足りる。 OK、いらっしゃいませすいません、これください
遊んでないでレジ行くよ。開いてて、て大丈夫？ご飯だよ。ご飯だよ。美味しそう。今日は焼肉です。イエーイ。じゃんじゃん食べていきたいと思います。はい。お腹すきましたね。もうね、私ね、夏痩せようとか思ってたんですけど、無理ですね。無理ですね。夏歩く3キロぐらい痩せる人とか思ってたけど、無理です。その分食べますね。その分、夏歩く食べちゃうんだよね。やばいやばい。まあ、現状維持で頑張ります。はい。何？なんか聞こえてきた。リミ痩せた？いや、うざ。リミ痩せたの？本当？何キロ？何グラム？何グラム痩せた？500グラムぐらい痩せた？それが増えたんだけど。増えたの？私も500グラムぐらい増えた。ダメじゃん。やだ。カルピー、美味しそう。すき焼きうん、これ好きなんだ。ね、好きだよね。すごいニンニク。パパです。全部パパ。あ、全部パパ。あ、じゃあこれはコーンはリミだよね。コーンリミ大好きだよね。すごい激しい。ご注文の品が間もなく到着いたします。お、なんか来たんじゃない。すごい。なんでしょう。お、来た。サラダ。サンチュ食べる。サンチュ。サラダとプリン。トゥレギサラダとプリン。やっぱり最初にプリンを食べる姉妹ですね。プリン好きなんですよね。じゃあ食べましょう。うまみが集まってる。美味しそう。どれが旨味が集まってんの。お肉の海で。マジ美味しそう。いけるんだけど、お肉の海だって。パパもこれ食べたい。美味しい？超美味しいよ。パパも。うん、美味しそうです。美味しいですか。プリンです。良かったです。グー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 。今日のプリン美味しい。今日のプリン食べれるの？今日京都のプリン美味しいよ。どう美味しい？激しい運が。美味しい？美味しい？そう。よかった。喉の中。卵は飲み物っていうのかな。あ、卵は飲み物。
ということで今回はね、久しぶりにね、一人で映画を見たりいろいろデートしてきました。ね、すごい楽しかったね。私明日からも行ったのかな。はい、ということで楽しかったです。それではバイバーイ。